ねえ、ないよ、全然ない。ママー、ママー、ママー。うるさいわね。一体何がないっていうの。絵の具がないんだよ、絵の具が。そんなもんないわよ、うちには。でも俺、絵が描きたいんだよ。うちには絵の具を買うお金なんてありません。じゃあ絵の具の代わりになるものってなんかないかな。あ、おしっこだ。朝取った黄色いおしっこはここにあるから。じゃああと青色と赤色のおしっこが必要ね。じゃあ今から青と赤の着色料買ってくるね。うん、買ってきなさい。お小遣いちゃんとあげてるからね。あれ、財布どこやったっけ。大丈夫あなた。今日思い出せないから今日の動き再現するね。ただいまって言いました。炊飯器が目に入ったから入れました、うん、で閉じました。でもまた開いて取りました、うん、一旦部屋に戻って、うん、あ、ここはこけてないからもう一回やる、ね、こうやって持って、うん、私こけてないからここに置きました、うん、取りました。あ、絵の具を探したんだ。絵の具を探そうって思って、うん、ポケットに入れたからあった。ママです。クズオです。せーの、ママクズチャンネルです。はい、今日はね、クズオの絵の具がないので、うん、その絵の具を作っていきたいと思います。はい、じゃあね、クズオがね、うん、赤色と青色の着色料、食用色素っていうものをね、うん、買ってきてくれたので、うん、ここにね、お水、うん、バン、お水さん、ちょっとあなた、ママクズチャンネル、はい、あなた、水、はい、わかりました。今から赤色と青色の色がついた液体が必要だから、それを作っていこう、うん、で、それを飲んで赤色と青色のおしっこを出してそれを絵の具にする。これが一番早いからね。なるほど。じゃあ私青色にしようかな。俺も青がよかった。じゃんけんする。じゃんけんする。あんたパー出してね。うん、じゃんけんぽい。はい、こっちね。こうなってるのね。どんぐらい入れるんでしょう。おい、床汚すな。おい、クソアマ、床汚すなって。殴らないでパパ。汚すな。いつもみたいに殴らないでよ。本当にこんだけ、一回こんだけ入れてどのくらいの効果があるのか見てみましょう。じゃあ行きます。おー、こんだけで、こんだけでそんだけで、これこんだけでこんだけ、どんだけ、すごい。あんたがやってみな。どんだけ、うわ。じゃあね、こんくらいじゃおしっこの色変わんないと思うから、うん、もう結構ドバッて入れちゃいましょう。全部入れたらね、怖いからね、全部入れちゃダメよ。混ぜましょう。すっごい。なんてこれやばいわね。溶けないよ。これは青色のおしっこが出るわ。うわ、下に沈殿してるわ。ちょっと、うわっ、ちょっとごめんなさい。おい、本当に怖い時って何も言葉が出ないのね。ママクズチャンネル。じゃあ行くわよ。怖いわね。そう、いや、水の匂いがしないよ。はい、じゃあね、うん、調べたところ、この今飲んだら6時間後にこの分がおしっことして出るから、じゃあこれ飲んで6時間後おしっこの色を確かめましょう。はい、じゃあいただきます。いきます。クズオ、ごめんなさい。飲め。はい。
ごめん。パパの命令を聞け。クゾと同じ分飲もう。あと5ミリ。パパです。今日も動画見てくれてありがとうございます。パパはコロナ禍とかそういうの一切関係なく働いてません。最近は簡単に稼げる方法とかを日夜勉強しています。でもやっぱり働きたくないから、ママとクズオがこのお家の大黒柱になれることを祈って応援してます。グゾー、グゾー、ちょパチンコ行くから金貸して。